はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。カエデさんちへようこそ。はい、この話は、なんかね、ずっと何回かやっているような気がしますけど。皆さんどう思うでしょうか？宇宙人っています？いると思います？まあ、本当に下手したらね、隣の人が宇宙人だったっていう可能性もありますし、下の人が宇宙人だっていうことも、考えられなくはない。うん、結構ね、本当に1950年代とかさ、40年ぐらいに、まあ、宇宙人が来ましたっていうような、ね、新聞記事があったような気がしたけど、まあ、それからもうね、本当に50年以上、100年近く、まあ、経っているので、まあ、地球人に馴染んでいる宇宙人もいるでしょう。ね、もしかしたら2世3世ぐらいいるのかもしれないね、宇宙人の、うん、でどうなんだろうね。本当にさ、一昔前の映画だったり漫画で宇宙人の人がね、まあ、地球人に紛れるっていうので、その宇宙人の特徴みたいな感じで、宇宙人が人間に化けた特徴として、見分ける特徴としてね、耳がちょっととんがってるとかさ、肌の色がちょっとおかしいなとか、ね、あと特徴的な髪型だったりとかっていうんで、あれもしかして宇宙人じゃないかっていうふうに、ん、見分ける術がありましたけど、まあもしそれはね、あのドラマの中での話なんですけど今どうなんでしょうかね、宇宙人っているのかな。意外にその自分が知っている人が宇宙人だったりとかするかもしれないね。よくわかんないけど、宇宙人、自分の知っている人が宇宙人だったら、ああそうだろうなっていう言動をしてるんだったら、うん、そうだねって思うだろうけど、いや、この人、ね、普通にというか、常識的な話をしているっていうイメージがあるのに、いや、私、宇宙人なんで、元にいた、お叱りますとか言われたらさ、はってなるよね。何それみたいな。元にいた、お叱りって、どこだとしていいですって、うん、あの宇宙船があるんで大丈夫ですよ、明日にはもう帰ってるんでって、本当かよと思うんだけど、でたまにね、本当にシャレッ気のある人が、まあね、どうしてもお亡くなりになってしまう方もいらっしゃると思うんで、シャレッ気のあるじいさんとかさ、シャレッ気のあるっていうか、まあ面白いじいさんなんかがね、まあ、死ぬ間際ぐらいに、もう僕は死ぬんだ、死ぬって言われてるけど、いや知らないよと、僕は宇宙人だから、ね、僕が生まれ育った星に帰るだけだから大丈夫だからっていうじいさんばあさんもいそうだよね、面白いおじさんおばさんとかって、まあ、そういう人もいるよね。まあその人がね、本当かどうかわかんない、わかんないけど、まあ冗談でね言っている可能性もありますけど、うん、まあ実際にね、どうなんでしょうかね、ねって言われても困るか、皆さんどうでしょうか、もしいるとしたらどこら辺にいると思いますか、もし教えていただきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。